のほほん介護士のつぶやき、始まり始まり。今日のお話は生きがいプライスレスパート4。コロナ禍であってもばあちゃんは春から活動的。とはいえ行動範囲は半径100メートル以内。青くなってきた稲を見ては満足そう。田植えはいつ頃かと話してる。目が見えんようになったというが、稲と野菜の苗はよう見える。野菜も気になることがあるようだけど、若い世代に譲ったばあちゃんは遠慮して何も言わない。だからあえて聞く。ばあちゃん、これどうしたらいいの？ばあちゃん、しょうがないなと言わんばかりの顔をしていろいろ教えてくれる。何十年の経験者はまるで生き字引。その通りにやるとまっすぐちゃんと育つ。明日も教えたるわなと言って帰っていった。いつまで教えてもらえるかわからないばあちゃんの知恵、知恵と一緒に出てくる誇りと自信、これがばあちゃんの生きた証なんだな。明日も聞くからね、待っとってねばあちゃん、っていう介護士さんのつぶやきでした。ここの介護士さんからいちごが届きました。とっても甘いいちご、どうやって食べるかすごい考えて、今回はいちごサンデーにしました。素材が甘いのでお砂糖なしで食べられます。イラストは今日もノイノイマジックでした。それでは皆さん、 See you again。 あ、そうだ、農業監督あさこちゃんのグッズもできたの、よかったら見てみてくださいね。それでは本当にさようなら。